はい、こんにちは、影丸です。ジョージアさん の、 あのエメラルドマウンテン、カンカンでこんな小さいタイプで売っていると思うんですけれども、それと同じあのエメラルドマウンテンの砂糖不使用タイプ、高級豆エメラルドマウンテン使用の動画レポートになります。それではまず原材料名の方なんですけれども、牛乳、コーヒー、香料、乳化剤、カゼイン NA、 安定剤、甘味料ということです。あのこれと同じに隣にあの小さいカンカンのタイプが、ありまして、原材料名の方にそっち の、 あの小さいカンカンの方には砂糖と書いてあったんですけれども、これは、砂糖を使ってないということです。どんな味がするんでしょうね。その下、カロリーの方なんですけれども、 100ml あたり 18kcal ですね。ちょっと見えづらいですかね。あとは特にコーヒーの特徴は書いていない次第ですね。それでは早速中身のチェックと味のチェックしてみたいと思います。はい、エメラルドマウンテン砂糖不使用の中身です。少しあのミルク多めのコーヒー牛乳という感じでしょうか。それではお味の方チェックしてみたいと思います。お、これはあのですね、カンカンのエメラルドマウンテンはそのちょっと嫌味な甘さがあるんですけど、ま、全くこれ甘みがない、ほとんど甘みがない感じしまいましたね。なくてすごくまろやかです。コーヒーの風味はそんなに特徴的ではないんですけど、すごくまろやかですね。美味しいです。すごく癒されるコーヒー、カフェオーレですね。カフェオーレだと思うんですけど、のようなテイストですね。ちょっともう一回チェックしてみます。あー、これは美味しい。エメラルドマウンテンの砂糖なし、こんなに美味しいとは思いませんでした。なんかあんまり口回ってないんですけど、すいません。かなりいいんじゃないでしょうか。超美味しい部類に入ると思います。ジョージアのペットボトルで、売っている砂糖不使用って書いてあるんですけれども、スーパーで、ゲットいたしました。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。